手塚山定集会に幹事さん、はい、おはようございます。おはようございます。あのこれ何に使われるんですか？企業活動 YouTube はい企業活動はい、あみんな来てますね。頑張ります。犬なくなってうん、おはようございます。日ヶ浦先輩すごいな。僕もそんな55を目指します。いやいや、はい、体よ、はい、じゃあ俺ここちっちゃいだけやん。鍛えてるでしょ。いやその胸いいっすね。いや鍛えてもう鍛えてるってすぐ分かりますよ。分かります。すごいですよ。どうもどうも。皆さん揃ったみたいなんで、おはようございます。よし。今回2年半ぶりくらいで、やっと開催できたんで、皆さんお集まりいただいてありがとうございます。まず最初なんですけど、のぼり先生からちょっとご挨拶の方お願いします。ぼりちゃん。こんにちは。本当に2年半ぶりで、いつも通り、ちょっと雨ですけどね、まあ、カンカン出るよりいいかなと思います。で、ちょっと僕も腰と膝がそろそろっていう感じで、旧先生も今日来てますが、膝がそろそろいう感じで、僕も、Me too。 いや、60代、60超えてから言ってください。でもゴルフだけは最後までやろう思ってますんで、こういう会ね、楽しみしてます。こういう会がやっぱりこうみんな大会やと思います。で来週は、今日東京から1期生の東浦先輩来てますけども、来週9日まで東京でね、サッカーも十数名と会うんで、また今日のことも報告しておきます。こういう会が長く続くように、また長く私が参加できるように邱先生と頑張っていきたいと思います。ここでよろしくお願いします。はい、続きまして今回初参加の、ロイ先輩からちょっと一言だけお願いします。あ、そうなんですか。ユーサーさんのドレス初めてで、交差してます。最近のシャマジュ懐かしくなります。よろしくお願いします。はい、じゃあ、続きましてで、ドラゴンホールお伝えしますね。今日気温はね下がったんですけど、ちょっと足元悪いんで、皆さん無事に帰ってきていただけたら誰や雨男。はい、はあ、ほんまに。ではそんなところでよろしくお願いいたします。おっさんお前今日俺を先輩言うな。会長そういうドラゴンの中保てるんですか？保てるんですか？ちょっとだけね。今日の定集会は法隆寺カントリー。それでやな、4人で、まあ、嫁さん89やったら85、知り合いやった、はい、距離そうやって。俺が今一番バクバクしてるからね。言うたからには。こんなもんね、打ち抜かなあかんすよ。ドライバーっちゅうのは。振り抜くちゃうんかい。そう、振り抜く。打ち抜いてどないっすね。します。します。みんなどこ行こうか。かけ声
声分かってるよね。はい、はい、まあ息ありますよ。お大丈夫よ。ナイスショー。もう高いもん、高い球やけれども、ナイスショー。フットで、ナイスショー。フットも抜かした。まだまだ。取り抜いてや。見せますわ、ドライバーっちゅうの。打ち抜いてや。おー、ええやん。すげえ。おもんないわ。これだ。おもんないわ。打ち抜いてないわ。ちゃんと消しといてやったらいい。動かしてあかんの。あ、今ので、ね、はい。消去しときます。お願いします。お願いします。よいしょ。顔アップでいいか。顔、はい、顔アップでいいか。スイングでいいか、顔アップにしとくわな。うん。よし。オッケー。はい、お願いします。よいしょ。では、行ってまいります。で俺もこんなんで、うるさいな。いいな。みんな久しぶりやから。そうですね。集まる機会ってやっぱりな、4人。どういう？いいね。生タイ、あれやから。ハイボール。ちゃんぽんですやん。でも痛風に変わってる。ほんまですか。やっぱり痛風治すのも適度な運動なんですよ。あ、先輩着替えますやん。え、57？角は57。先輩握ってましたよね。3000。トータル3000握ってました。57って今日50台いけましたやばいな。大西なんぼよ。61です。負けとんかい。まあ普通や、まあ、いつもの私では普通です。60だよ。こんなもんじゃ。こんなもんでもどう、型紙か角間一人あげるから後半。どっち。根本すぐ断るってすぐ言われて、すぐ断るって。俺はな、
土井がかわいそう。かわいそう。ほんなら型紙か角間じゃなし、土井をあげるでよろしい。土井もかわいそう。黙れって。黙れおっさん。ええ加減せよ。ロングパッド入ったの俺のおかげやろ。おう、ロングパッドな。ねえ。まだ僕待ち得ですから。やらしい男やわ。初っ端の球打俺のせいにして。やろお前のせいよ。入ったロングパッド自分の実力。いや楽しい、いやほんま定集会楽しいですね。どうやった午前4発ええな。お前4、4いい感じです。やるな。昼からも頑張ります。この職場やね。はいはいはい。昨日ペットが亡くなりました。そんなカットです。そんな寂しい話何言うてるんですか。びっくりした。確かに楽しい場で来たわけなんで、はい、ほんで今日は型紙に会い、いや、スコアの話。スコアなんかどうでもいい。ああもうあれさっきの雷親父はタイで恐ろ。今日は雷やね。でもよかったです。タイで恐ろ。稲妻。あ、ね。なんでさ、なんか俺が滑った感じになってる。なんか盛り下げる？この辺り。大丈夫。YouTube 上げてもらう。上げます。いや、先輩フォローしてますよ。あ、ほんまか。はい、ちゃんとチャンネル登録ね。はい、あ、チャンネル登録。チャンネル登録。フォローなんかいいから。チャンネル登録。ね、先輩。先輩もチャンネル登録。出ますよ。いいですか、僕の YouTube。僕 YouTuber なんですよ。知ってます。知ってる。俺は俺たちが消防犬。なるほど。モザイク入れます。ここ。先生、良かったですか。今日4-8、4-9。ヒガラさん良かったですね。ケイタがいい。4-7でしょ。いやいや、こいつがいいですよ。たまたまですよ、こいつ。こいつ僕のあの連れと。友達なんですな。西川さんな。そう、アキな。アキ、はい、うん、あれ俺行かなあかんちゃん。俺行かなあかんちゃん。はい、あ、おるわ。みんな痩せてんの。はい、なべ。はい、どうやってどうですか。47です。やるやんけ。おい、矢吹、お前英語かったな。上の方におったな、ずっと。でも最後ただいだ長寿合わせた8位ぐらいな。なんぼや43。それでも43。はい、最後。まあ、なんでしょ。やっぱ先輩。俺もそう。門真さんがいきなり9叩くね、一ホール目。お前これどうやって俺長寿合わさなあかんねん。もうしんどかった。大変だね。僕あれ見ながらずっとゴルフしてますもん。ちゃうやん、ハンデ39もらって一番のやつ誰や。あれそうです。お前かやっぱり。ありがとうございます。いただきます。もらいすぎハンデ。いやもうハンデもらいすぎ。どんだけ叩いても優勝できますから。いやもう思い切って。そんなあかんで、ね、2年前のハンデ。いやこんなに僕いらないですとか言うのが男な。いやもう迷惑かけんように思い切っていただきます。そういうことな。まあまあ感じやし、ええか。どうやって僕ちゃんと先頭君、先輩のちゃんと下にいますよ。ちゃんとしたの。ちゃうね、なんぼやった。51叩きました。水から45までで回ってきました。そう。どうですか。せやね、先生、もうそろそろ行った方がええと思うんやけど。お前が一番か。やっぱり。なあ。ありがとうございます。おないやな。頑張ってな。よっしゃ、ほんと行きましょうか先生。なるほど、よっしゃ行こう。